こんにちは、みこ的人材育成ライフコーチのみこです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。前回は脳の RAS 機能についてお話しさせていただきました。脳には RAS 機能っていうのがあって、それをうまく使うことによって夢の実現っていうのがしやすくなるよってお話をさせていただいたので、何か叶えたい夢とかがある方はぜひ参考になると思うので見てみてください。今日はですね、題名見ていただいて分かったかもなんですけども、あなたの今の心の状態こそがあなたの未来を作っているんですよっていうお話をさせていただきます。皆さん、引き寄せの法則っていうのは聞いたことありますかね。なんとなく聞いたことがあるかなって方もいらっしゃるかもしれないんですけども、引き寄せの法則っていうのも実はこの理論と同じことなんですけども、結局はこの今いい気分でいることっていうのが、いい未来っていうのを作るっていうのが法則です。で、これがなぜ起きてくるかっていうと、人はですね、成功したかったら幸せが先に来ないと幸せな成功っていうのができないんですよ。結局は本当に心で求めているものっていうのが実現化していくので、成功することを望んでいても、成功しても不安というか恐怖心というか、そういうものっていうのが残ってる状態をイメージしていたら、成功しても幸せになれないんじゃないかとか、成功してもなんかこう辛いことがあったら嫌だなっていうのがもしあったら、成功しても本当にそうなっちゃうんですよ。それで幸せじゃないじゃないですか。から本当に今の状態っていうのが幸せで、でいい気分であれば未来もそうなっていくんですよ。すごく面白い実験というか事例が一つあってですね、飛行機トラブルがあって、飛行機が欠航になってしまったんですよ。で、飛行機が出発しないってなったら空港がパニックになるじゃないですか。よくありますよね、ニュースとかでも。で、その時のファーストクラスの方の対応と、その時のね、そうなった時のビジネスクラスの人の反応と、エコノミークラスの人の反応っていうのが違かったっていうお話なんですね。で、ファーストクラスの方は、申し訳ございません、飛行機がトラブルがありまして、今飛行機が出発できません、申し訳ございませんってこうキャビンアテンダントの人が言ったら、そのファーストクラスの方はそのキャビンアテンダントの方に何て言ったと思いますか。ああ、そうなんだ、まあそれはもう仕方ないね。でもちょうどそのフランスだったかな、そこが、でパリでお土産一つ買い忘れたんだよね、からそれもちょうど買いに行けるし逆に良かった、ラッキーとか、あ、そうだった、まあそれは仕方ないね、まああなたたちもこう大変だねとかって、相手のことを励ますようなメッセージだったりとか、そういうマイナスなことが起きてもプラスに転換できてるような、こう心に余裕がある返しっていうのがファーストクラスの方はされてたんですね。で、じゃあビジネスクラスの方はどうだったかというと、どう思いますか。でビジネスクラスの方はですね、あ、それは困るなって、あ、それはちょっと困るなっていうふうに言ったんですけども、その言い方っていうのが、まあどうにかならないかなーって、困るんだよねーって言ってたけど、でもそれの言い方がすごく冷静というか、その感情的ではなくて、すごく冷静に
キャビンアテンダントの方に聞いてきたっていうことでした。で、じゃあエコノミークラスの方はどうだったんだろうっていうことで調べてみたところ、もうてんやわんやですね。エコノミークラスはすごい怒ってるし、どうしてくれるんだみたいな感じで、もうわちゃわちゃしてまして、あのキャビンアテンダントの方の胸ぐらを掴んでる方もいらっしゃったくらい、すごいもう荒れていたっていうことでした。で、そのキャビンアテンダントの方が、そのやっぱりその状況を見た時に、こうファーストクラスの方の対応がすごくやっぱりも温かくて、心にこう余裕があるような方だったんで、やっぱりそういうファーストクラスに乗られるような、そういうこう、お金持ちの方というかは、心に余裕があるんですよねっていうことをなんかおっしゃったみたいなんですよ。お金持ちの方は心に余裕があるんですかねみたいな、やっぱりそこは違うんですかねってキャビンアテンダントの方がいたら、そのお金持ちの方が何て返したと思いますか？いや、そうじゃないんだよって、僕たちはお金持ちだから心に余裕があるんじゃなくて、心に余裕があるからお金持ちになれたんだよって、心に余裕があるからお金持ちになれて幸せになれて豊かな人生っていうのが手に入ったんだよって、その時にそのビジネスじゃなくてファーストクラスの方がキャビンアテンダントさんにそうおっしゃったっていうことでした。これからも分かるように、まずその幸せになりたかったり、お金持ちになりたかったり、成功したかったら、まずは心ですね、から幸せを先に手に入れないといけない。で、幸福優位性っていうのがあるんですけども、幸せが本当に先っていうのをそこでも言っていて、まず自分が幸せだと感じられることによって、その後に本当に幸せな未来っていうのがやってくるよっていうのを、おっしゃってます。柴村恵美子さんですかね、ビジネスでこう成功されている方に、これもそのセミナーを受けている方がですね、どんなビジネスを始めたら成功できますかって質問をされたそうなんですよ、柴村さんに。で、そしたら柴村さんはそこに何と答えたかというと、なんか幸せになってください、まずは幸せになってください、その何のビジネスを始めるかとか、そういうことを言う前にあなた自身が幸せになってください、そうすればどんなビジネスをしても成功しますよっていうことをおっしゃったそうなんですね。やっぱりすでにこう成功っていうのを手に入れられて、プラス成功だけじゃなくてその幸せも一緒に手に入れてる方っていうのは、それっていうのをもうすでに体感されてて、皆さんそういうふうにおっしゃっています。なんで、こう自分がこう幸せって何ってお話もしたんですけども、そこをやっぱりどれだけそこを感じられるようなフォーカスっていうのを自分自身がして、人生を生きているかによって、輝かしい未来がやってくるか否かっていうところが決まってくるっていうふうに、皆さん口を揃えておっしゃっているので、まずは成功したかったら、まずは幸せっていうのを手に入れる、その感覚で自分がそのいる、この言葉もすごい私いいなって思っている言葉が一つあるんですけども、紹介させていただきますね。結局のところ一番大切なのは、人間にとって一番重要なのは頭の良し悪しではなくて、気分の良し悪しだよっていうことを、こちらどなたかおっしゃったかちょっと忘れてしまったんですけれども、私はこの言葉を聞いて、なるほどってすごい思って、頭がいいかどうかっていうのが人として重要なんじゃないよって、気分がいいか悪いかっていうのを方が、ね、人にとってはすごく価値のあること、いい気分でこう毎日過ごしている方
心にこう余裕を持って人に思いやりを持って人生を生きられている方、周りのことに小さなことにも感謝して、そして幸せな気分っていうのを味わって、それに気づくことができる人っていうのがすごく素晴らしいじゃないかなって、素晴らしい人生っていうのを歩めるんじゃないかなって、私もすごくこの話を聞いてすごく思っています。なんで今の自分自身の心っていうのをすごく整えていくこと、いい気分でいる自分っていうのを保つ工夫だったりとか、なんかそういったことができるとすごくいいですよね。なんか一つの方法としては結構瞑想、マインドフルネス、この間も Google の、 研修制度のお話もさせていただいたんですけど、瞑想なんかもやっぱりそういう心の状態っていうのを保っていくのにはすごく役立つのかなって思っていて、私も最近始めました。また瞑想で何かこういう変化がありましたっていう具体的なお話とかもいずれさせていただきたいなって思っているので、またそちらも楽しみにしていてください。じゃあ今日は以上です。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。では今日も皆様にとって最高、楽しい、幸せな一日となりますように。ありがとうございました。